ちゆきこんこん、ゆきこちゃんの中の人です。プレイステーション4版ホールアート4、ゆきゆき実況動画通知を開始したいと思います。人造人間の脱走を防ぐには根津の番号不可欠です。局長の代理と出会いました。あと挨拶してないのは1人。ついにインスティチュートの中に入り込みました。存在をスキャン中、問題ありません。みんなインスティチュートは危険だ危険だと言っていたのですが、ちょっとまあ危険だとは思うのですが、そんなに危険なところは見られませんでした。そして全人類の希望がここにあると私は思いました。そしてなんだかこの流れ、この設定は漫画の「風の谷のナウシカ」の映画版ではなく、漫画の方、徳間書店から出てるちょっと大きい薄いコミックスの最後の方、まあ、ネタバレになってしまうので詳しくは言えませんが、ちょっと似てるなと思いました。それとあとゲームではプレイステーションで出ていたファイナルファンタジー8にこのインスティチュートのどういう機関なのかではなく、あちらで「ファイナルファンタジー8」ではみんなが敵対していた謎の組織、謎の国のエスタという国があって、そのエスタは誰も入ったこともなく全く謎に包まれた国になっていて。その実態は、悪い魔女の恐怖にさらされているすごい高度な文明を持ったすごいファイナルファンタジーの中で一番大きな高度な文明を持った都市なんじゃないかなと思います。初めてエスタに来た時の感動をこのホールアート4でも味わいました。そしてすごいインスティチュートの中が広すぎて迷子になっています。あと最後の1人、そしてこのインスティチュートの一番偉い人は探していた主人公の息子のショーンでした。このパターンもなんか聞いたことあるような。このフロアにいるかな。あ、それとさっきカリスマのレベル1つ上げたのですが、得が失敗してしまいましたので、やっぱりカリスマのレベルアップは取り消しました。たまたまオートセープのデータ、直前のデータが残っていたので、そこからロードしてこの動画取り直しています。あ、またショーのとこに戻ってきた。名前はファーザーと名乗っていますが、なぜファーザーなのかは全ての人造人間のファーザーだからです。サンクチュアリヒルズの防衛に、サンクチュアリヒルズも防衛あるの？防衛にすごい行きたいのですが、どうやって出たらいいのかわからない。出口がわかんないです。最後の1人、この辺にの中かな。またロビーに戻ってきたです。上かなあ、上だ。とするとどうやって行くんだろう。この、あ、あった。階段ありました。これで最後の一人。このドアの向こう。あれ？あ、違う。もう一つ上かな？あ、寝ている。あら、ドクター。すごく綺麗なベッドです。嘘じゃなかった。まさか本当に来るとはね。ねえ、いいかな。私はアリー・フィルモア。インスティチュートのチーフエンジニアだと思ってくれればいいわ。あなたの話を神父から聞いたとき、信じられなかった。大変な経験をしてきたのね。波の人なら絶望しそうな。差し支えなければ教えて。何があなたをここまで支えてきたの？ああ、旦那様の敵。うん、息子は見つかりましたので。命を奪ったあのろくでなしを殺した。エロックは昔から冷徹感なの。正直言って、彼がいない方がいいわ。さて、これから施設部門について手短に説明して、その後で質問があったら何でも答えるわ。ご想像通り。私たちはインスティチュートの機械と電気のシステムがちゃんと動くように保守しているの。この場所みたいに働いて暮らせるようにシステム全体のメンテナンスやアップグレードをしている。この壁の裏には機械がたくさんあって、空気や水をリサイクルしたり、研究所やコンパウンドに電気を供給したりしているわ。素晴らしいですね。刺激的な仕事ではないかもしれないけれど、少なくとも大事な仕事ではあるわ。うん、とても大事だと思う。ここについて話しているということは、あなたも仲間なの。まだ仲間と決まったわけではですが、もう大体受け入れている感じです。仲間だよ。それを聞いてよかった。ジョーも安心するわ。慌てないで仲良くやりましょう。あれ、いろいろ事情があり、ショーンって名前言ってるです。ファザーじゃない。施設部門について知りたいことがあったら喜んで話すわ。誰が建てたの？聞いてみよう。昔からあった？インスティチュートの建造は歴代の科学者の業績よ。私たちの直系の祖先、大戦を生き延びた最初の世代の人々は旧 CIT の地下に避難したの。その息子や娘たちは長年にわたってさらに奥へと掘り進めて、ますます洗練されたコンパウンドと研究所を作り上げたわ。現在も建造は続いている。新たな施設やインフラのために今でもトンネルを掘り進めているわ。今から100年後、ここがどうなっているか思い浮かべてみて。それを私はこの地で見届けたいの。ここの寿命を延ばす技術もあるんで見れると思います。よし、これで全部挨拶しました。あれ、一人だけ会ってないのがいる。サンクチュアリに戻らないといけないです。サンクチュアリが敵に襲われてるです。しかし、外に出る方法がわからないです。戻れない。不審なことがあったら、何でも SRB に報告してください。どうやって外に出るんだろう。出口が見えないです。これどうやら話を聞いたところ、地中深くとのことで、戻るときは戻るときもテレポーテーションなのかなと思っています。通れない。あ、こっちかな。いたいた、最後の一人。失礼だけどドクター？あら、来たのね。ええ、あなたが誰だか知ってるわ。みんな知ってる。あなたがいればファーザーは大喜びでしょうけど、こちらの仕事の邪魔にならない。仕事熱心な方ですね。邪魔はしないよ。邪魔はしないと約束する。ありがとう、感謝するわ。ああ、忘れないうちにあなたのピップボーイを見せて。コーサーのチップをインストールするよう言われているの。ファーザーの命令でね。これで自由な行き来が可能になる。本当？転送装置を使ってインスティチュートに出入りできる力を得た。ショーン、そこまで。それはどうもありがとう。いつか役に立ちそうね。転送装置はインスティチュートにアクセスする唯一の手段。それを考えれば役に立つという表現はいささか控えめにすぎるかな。まあそうですが、ここでその類のアクセス手段を持っているのはあなただけだから。少なくとも脱走した博士から聞いたのですがね。うん、これで、あ、トロフィー獲得しました。悪いけど、この部門の進捗報告書を見せてもらいたいの。完了。上出来よ。子供型の人造人間など別のプロジェクトのリソースはフェーズ3へ移動したわ。地上での努力が実を結ぶことをね。あ、開始。ファーザーと話す。ああ、しかし戻らないといけないのです。なんだろう。なんだかちょっとアイコンが今恐ろしい。なんか引っ張ってました。あ、しかし、サンクチュアリの防衛に行かないと。と、最後、ショーンに会う。ですが、まず一旦外に出たいとです。これだ。サンクチュアリの防衛に行ってからまた来ます。よし、ここでテレポーテーション装置のとこ来れたかな。帰りもこちら。あっと戻ってきたのです。あ、ファストトラベル。あ、はい。いつでも好きなとこから飛べるのかな。ファストトラベルで戻れました。またショーのとこに行くにはどうしたらいいんだろう。サンクチュアリの人々が襲われてるです。早く戻らないとです。やってる。来た。ミュータントの目。ドッグミートちゃん。サンクチュアリの人々に何をするんだ。